はい、どうも、こんにちは。自転車返してです。いやー、久しぶりに今回から新実況の方やっていきたいと思います。えー、今回からやっていくのは、この、彼女彼女っていうゲームなんだけど、ま、なんだろうな。あのー、あんまりその、ゲームの説明とか見てこなかったから、どんなゲームかっていうのは全然わかんない状態なんだけど、とりあえずこの、オープニング画面。この、リンゴとか、この、彼女っていう文字の、この、なんか、レイアウトとかが、 すごい美しいでしょ。俺もそれに惹かれて、ちょっと今回これやろうかなって思ったんだけど。やっぱあれだよね。リンゴって果物の中で一番絵になるよね。すっごい綺麗だよね。この赤い感じが。まあ、なんか最近、なんかあのもうマンゴーとかいうさ、果物が、もう手やされてるけど。俺絶対やっぱ果物って言ったら、もうリンゴだと思うんだよな。もうみんなもあれでしょ。しりとりしようぜってなったら、まずリンゴから始まるでしょ。 もう、リンゴゴリララッパの安定の流れでしょう、もう、やっぱり。いや、俺ちょっとね、このマンゴーがもてはやされてる時代がちょっといかがなものかと思うんだけど。<laughs> まあそんな、あれから、リンゴのことを多分、熱く語っていくゲームじゃないな。ま、あとりあえず、ちょっと、始めていく前に、ちょっと今、風呂上がりでめちゃくちゃ熱いから、ちょっとジュースだけ飲まして。ああうめぇ。 やっぱ、ブドウジュースめちゃくちゃうめぇわ。や <laughs>、てか。あんだけリンゴリンゴ言っといて、ブドウジュースめちゃくちゃうまいって。えー、注意事項。このゲームには一部暴力的表現、グロテクス、グロテクスな、グロテクス、グロテスクな表現、描写を含みます。苦手な方はお控えください。 えー、物語はフィクションです。実在のじ、うん、なんか関係ないと。で、またプレイ後の皆様の精神状態については、作者は責任を負いかねます。大丈夫です。すでに、えー、プレイヤーの精神状態は異常ですからね。俺には大切な人がいる。お前いきなりちょっと何を言い出すんだよ。誰よりも何よりも大切な人。あれか、お母ちゃんか、マザコンか、マザコン。<laughs> 彼女だけが俺のすべて。 新太郎、なんかいいな。純和風な名前だな。うわ、えあ、そうだ、お母さんじゃないわ。<laughs> 俺が勝手にお母さんつってただけだったら。可愛いな。なんか綺麗。ふふ、新太郎。ほら、新太郎ったらほっぺにご飯粒ついてる。いやこいつマジでお母さんじゃねえのかえこれマジでお母さんじゃないいや、違うな。これがお母さんとのやりとりだった俺引くわ。ちょ、新太郎何見てるのよ、バーカ ふふ、夫婦慎太郎、おはよう、朝で起きて <laughs>。これがお母さんとのやりとりだったらもう <laughs>、即座にこのゲームやめたくなるな。慎太郎お。夢かいそして慎太郎お前めちゃくちゃ可愛いな。<laughs> あれ俺寝て。ああ、電気つけっぱだ。ああ、あるあるだな。電気つけっぱで寝るとさ、なんかこう、 寝落ちですごい気持ちいい感があるけど、あれ実際やっぱ眠り浅いらしいからやめた方がいいよ。やめた方がいいらしいよ。この電気自動でつくくせに自動で消えないのかいどういうこと自動で電気つくんだすげえな。未来のお話かこれ。今何時だう頭痛い。お前、は、話があちこち飛んでるな。気分悪いなんだこれ。うっぷ。ふ。二日酔いかよ。二日酔いじゃねえか。 通りでや、頭痛いわけだ。結構飲んだのね。3時か、中途半端に目が覚めたな。とりあえず水飲んでくるか。ああ二日酔いの時に飲む水めっちゃくちゃうめえよな。リンゴジュースなんか火じゃないぐらいうめえわ、あれ。よし、水飲みに行こう。あれいない。あ、彼女が彼女の名前は未だにまだ未公開だな。リビングか。あ、え彼女何これ同棲してんの皿が割れてる。なんでこれ何ははは。<laughs> これ酒かめちゃくちゃ飲んだな。飲み明かしてるじゃん。大量のワインがあるぞ。ビールか。中身ないのすげえ飲んだな。彼女が主語っていう背もまあ、まだあるけどね。えー、鍵がかかってる。衣類がしまわれていると。これなんだあれ読めないのこんな明るさまに読んでほしそうなものが読めないの。へー。で、今9時だな。 ゴミ、ゴミが溜まってる。<laughs> 溜まってるっていうか、溢れ出してるよな。え、なに、もうあれか。彼女を見つけに行くか。とりあえずセーブさせて。よし、行こう。えー、すげえ。なに、レベルとかあるじゃん。え、新太郎26歳。すげえな、もう結婚間近っぽいな。HP50 分の50。SP、SP ってなんだスーパーパワーか。レベル1。次のレベルまで経験値50と。どういうあれで経験値が上がってくんだ おなんか、いかにも、いか、いかにも家だな。<laughs> なんで、なんでそんな鍵がかかってんだよ、家に。特に用はない。そうか。あ、リビングつってたな。リビングここかいや、リビングつったら大抵一階かいや。とりあえず一階行くか。いないよ。リビングにもなんか酒らしきものが置いてあるけど。い,いねえ。マジでどこ行ったんだ家の中で迷子か。 ええー、いいじゃん。かわいいじゃん。家の中で迷子の彼女かわいいじゃん。とりあえず探すか。おお一人でになんだ、瓶が落ちたのか。<laughs> あんまりどうしないな。お前の家ではよくある現象なのか。瓶がよく落ちる家なのか。なんだこれ血俺まさかよってどっかぶつけたのか。なにお前に血がついてんのあ、あーこれが床にこびりついてる。これか。まあ、 どう考えてもここに行くべきだろうな、はあはあ、はあああそういうことかそういう家の構造ねここに用はないあすげえトイレ2つもあるこの家彼女と2人暮らしだろうおそらく広いなそれにしては贅沢だな26歳の分際でブレーカーは正常に作動しているそうかそうか え出るのこれでもなんか彼女のアウターっぽくないお <laughs> 一応俺外を探すっていう意味で外に出ようとしたんだけどな。怒られるとは思わなかったわ。テレビえー、どこ行ったらええのあ、もしかして冷蔵庫に置き手紙が書いてあるかもしんないな。そんな、新しいシステムキッチン。新居か。 あ、そこそこあれか。なんか会社で、いい感じになり上がって、ちょっと新居ローンで買っちゃおうぜっていうぐらいの、あれか、段階か、今。えーどこ行ったら彼女いるの隙間に入れる。こういう隙間って落ち着くよね。あれ、俺まだ行ってない部屋あったっけお何かしらイベントが。開かない、俺鍵なんてかけたかな。それはさっきの段階で疑問に思うべきだな。 あ、そういえばテレビのところに、なになになにテレビ確かにあったな、リビングにあった。一回調べたけどね。え、テレビってこれでしょああ、セカンドリビングの鍵。あの部屋にあいついるのか、しかも鍵なんかかけて。え、入って大丈夫入って大丈夫修羅場を目撃しちゃうんじゃないさすがにそれはないか。あれああ、こっちか。 セカンドリビングって言い方かっこいいな。ここにはいない。いや、わかんないよ。もしかしたらこの本棚の、本と本の隙間とかに隠れてるかもしんないよ。ないか。<laughs> まあ、ないだろうな。あ、これ、あ、なになに置き手紙読む読む読む。9月21日、今日は夢の国に遊びに行った。子供みたいにものすごくはしゃいでたな。可愛かった。 あ,あ、な何夢の国っていうそういう何、何テーマパーク的な今度はどこへ出かけようか。お前と一緒なら俺はどこでもいいけどな。大してかっこよくないな、今のセリフ。今日は会社で失敗をしてしまったらしくあいつ泣いてたな。ああ、共働きか。俺がそばにいるから泣かないでくれ。ああ、でもたまには友達と電話で愚痴り合うのもいいかもな。ああそっちの方が多分ストレス発散にはなると思う。今日はデパートで買い物だ。あいつは何着ても似合う。 <laughs> でもあんまり露出はしないでほしいな。これからの季節寒いしな。うん。お前、ベタぼれだな、彼女に。お、クリスマスイブイブ。おかしいな。部屋の電気がついてない。出かけたのか。お何今日は記念日。1月15日。二人が結ばれた記念日。俺何言ってんだ、気持ち悪い。すげえ。 二人が結ばれた記念日が俺の誕生日の前日だ。お前らとちょっと運命を感じるわ。俺も一応一緒に結んでくれよ。<laughs> でも嬉しい気持ちは変わらない。ケーキおいしいよ。何をプレゼントしようか。喜んでくれるかなすごいな。お前、黙々と読み続けるな。あ,あ、終わり俺なんか今の文章結構適当に読み流しちゃったけど、大事だったかな。今後何か謎解き、お こう、俺好みの彼女だな、お前。なロングヘアで、いけないああ、びっくりした。何か見えない力で封鎖されてんのかと思った。どこだ、どこだお、開いてんのかええー、彼女なんだよもうここで、ガタ、ガタガタ震えてんじゃないだろうな。衣類か。 今はテレビを見ている場合ではない。そんな、そんなことでもないよ。ただ起きたら横に彼女がいなかっただけでテレビも見れないのか、お前は。どんだけ愛してんだよ。<laughs> すっぽり埋まっちゃったな、ベッドに。あ、宝箱。ダイヤル式。またか。えああ、そういうことお、すげえ。ひらがな入力もできる。 間違えたみたいだ。まあ何にも押してないからなえなになにまだだってなんもないよねなんかアイテムとかゲットしたっけなんかとりあえず適当に文字入れてみるか <laughs> それは間違いだろうな。俺が、俺の大好きな言葉だからな、ただの。アンビリーバー。おあれああ、トイレか。違うか。違うな。えー、わからん。えー、違うか。 違うななんだよ、そんな単純な話かよ。あれか、あの、記念日ね。記念日が1月15日だから、それをパスワードにしとくっていう。そんなパスワードすぐ破られるぞ、お前。ちょっとパスワード変えた方がいいぞ。開いた。開いたか。指輪。は <laughs> お前なんで指輪を見つけてそんな、無関心そうな顔してんだ。 おな何これあえ婚約指輪的なえー、指輪これを私にああ、嬉しい。ありがとう、心太郎。指輪なんてもらったの初めてだよ。ほら、私、男の人とあんまり付き合ったことないから、その、私、心太郎のそばに入れてすごく幸せ。えー、いい彼女じゃん。いい彼女が後ろにいるよ。可愛いいな。このドット絵っていうのあの、 かわい,いな。え <laughs> えー、とりあえず、進展あったんで進んでいくか。まあ、またどっかで、ね、何かしら入れる場所が増えているであろう。あ、ここか。あ、トイレだわ。上がおなんだよ、お前なんかあれだな。思わせぶりというか。 からかってるな、俺のことを。待て待て。見つけた <laughs> ゴミだったわ。えー、この中に隠れてるとか。てかさっきから不可解な現象が起こりまくってるよね。はい、メモが貼ってある。この金庫の番号は誰にも知られてはいけない。だから暗号にする。まあ、金庫っていうのはそういうもんだからな。<laughs> えー、なにこれ A, B, C がないな。え、なになになにブレーカーかしっかりしろよ、LED。確かブレーカー玄関のとこだったな。えー、廊下の棚に懐中電灯があったはず。オッケーオッケーオッケー。これかボン,ン,ン,ンワンワンワン。<laughs> 懐中電灯そういう光り方しないよ。 懐中電灯は前方を照らすものだよ。君が持ってるのはおそらくそれはランタンだね。うわ、なに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 なんの音てか、よくよく考えたらこれあんまりホラーじゃねえな。おー俺の、俺の言葉に何、なに反論するかのようにいきなりホラー的な要素が出てきたな。なんだ今の。な、何もないんか。あ、まだ酔ってる。飲みすぎか、はは。 飲みすぎってことは、言葉便利だな。ブレーカーを上げた。あれか、電子レンジとドライヤーとヘアアイロンを同時に使ったからブレーカーが落ちたんだよ。で、さっきの辺戻ったらいいのかあの、とりあえず、まあ、金庫の暗号を解くんだな。あれなんだちなみにこの日記的なやつはまだ読めないのかなあ、違う違う違う。 とりあえずセーブしとこう、この前で一回。うーん、どうしよっかな。とりあえず今回は一旦ここで終わりにしとこうか。まあ、時間もちょっと今回、まあカットはするだろうけど30分くらい収録しちゃったんで、えー、今回はとりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。で、まあ結構短編ゲームらしいんで、まあパート2、パート3あたりで終わると思うんで、えー、よければまた次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。さよなら。